参りましょう。手持ちのつむすべて紹介し終わるまで終われません。続きましてはリトルグリーンメン、トイストーリーよりうーっていうね、なんかね、リトルグリーンメンの存在を、まあ、知ってから、なんかね、おもちゃ屋さんじゃねえや、ゲーセンに行って、こう、UFO キャッチャーの素晴らしさというか、面白さというか、興味が湧いたっていう、幼心の記憶がある。うん。それまではなんかね、こう、なんて言ったらいいんだろう。なんかポケモン、当時なんかポケモンで、ぐる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 って回したら、あ、そういうことか。そうそう、ぐる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 って回したら、なんか、モンスターボールに、なんか、似たようなやつをね。で、ある一定のところで止めたら、景品がもらえるとか、あとはメダルゲームがね、すごいね、おハマりしてたんですけど、まあ、リトルグリーン、おぉ、ドカッときたね。リトルグリーン面をね、見てから、なんかね、UFO キャッチャーって面白そうだなと思ったけどね。まあでも、なんか、なんだっけ。ジャスミン！でも、なんだかんだ言って、やっぱり、UFO キャッチャーやってて、なんかあんなに抵抗されたら、やだよね。で、実際 UFO キャッチャーでこう、取られていくアイテム、なんていうの？景品たちがあんな風になって言ったらいいんだろうな。あの、ご主人様にさらわれて、もう私は幸せです、みたいな、本当に思うんかいな、っていうのがあるよね。間に合うか、間に合った。うん。ね、実際はなんかね、もう何が何でも取られてなるものかっていうくらいこう取りにくいじゃないですか。なんかアームめちゃくちゃ弱いとかね、めちゃめちゃ取りにくいところにあるとかね。はい。UFO キャッチャーなかなかね、うまくと取れないですね。はい。ということで、リトルグリーンメンでございました。では次回お会いしましょう。バイバイ。